あ、空山はじめです。東京で絵描きやってます。カメラ気をつけてね。この部屋は何が？貢ぎ物の山、ゴミの山です。いろんなものみんな持ってくるのよ。それがこんなになっちゃって、相棒はもう壊れたままほったらかしだし、昔飼ってたイグアナの剥製もあるし、下の方に結構レアもんで高いものも本当はあるのよ。プロデューサーだとかデザイナーだとかが大体持ってきますね。これはね、モンゴルのやつが持ってきたのよ。空山ってこう相棒をやってるっつうので、この箱にそいつが絵描いてくれたんだけど、あ、なんか入ってるな。それが俺がデザインした後の相棒が描き上がって、まあ愛情表現だからいいかなと思って。 あこれはね、私のお誕生日の時に誰かが描いてきたやつだよ。あ、何塚だ。今メインの画廊です。私の汚れ仕事いっぱいやってくれてて、でも彼らにとって私 ATM ですから大事にされるんです。探せないのよ。下手に探すと雪崩になってひどいことになるから。ちょうどいいから、これコースター向こうに持っていこう。セクシーっていうのは言ったことあるんだけど、エロスっていうのは生命感だから、生き生きしてるっていう。でその金属やってもこれは動くんじゃないかだとか、襲ってきたり逃げたり相手を振り向いたりするんじゃないかなっていうのを、それがエロスなのよ。だからセックスに結びつけないで、エロスってその生命感だって。尻尾なんかほらかなりエロチックでしょ。この飛行機と同じ、潜水艦だとか同じ構造をさしてんの。そうすると動くっていうイメージがするじゃん。しなやかなのよ。金属だから硬いから曲がんないっていう概念がみんな持ってて、そこに有機体のこういう生命感を吹き込もうっていう私のコンセプトをね、少しは理解しろって。だからセクシーセクシーっていうのはやめてくれる。生命、命、有機体、そういうものを無機質の中に入れるっていうのが、そう、こういうのがエロスなの。うちの親父大工だから、木だとか、おふくろさんは裁縫してたから、木だとか布は有機質は何とでもなったんですよ。金属は手出せなくて、だから小学校の帰りに電線の工事してたら銅線が落ちてたりなんかするのも拾い集めたりだとか、鉄工所で旋盤がキューってこう削りカスが出てくるの、いいなぁと思いながら見てて、あれにエロスを感じるのは自分は分かんないのよ。なんでそれに惹かれるのか。車、船、飛行機だとかなんだか知らないけど惹かれて、原始人とカラスは光に反応するんだって。だから私原始人、原始人が光るのに興味があるのは神を見るんだよね。なんかハイカ教っていう宗教があって、それなんかは炎が信仰の対象なんです。そういう光り物っていうのはなんかオーラがあるんでしょうね、人間にとっては。